ルドルフ・ファン・クーレン、1540年1月28日1610年12月31日は、ヒルデスハイム出身で、ホラントに移住した、ドイツ・オランダの数学者である。デシクロアザクリプティス・リーベル・ファン・クーレンは、デリフトに移住し、フェンシングと数学を教えた。1594年にはライデンに、フェンシングの養成学校を開校した。1600年には、 来年大学発の数学教授となった。高等教育は受けていなかったが、遠赤問題や演習率をめぐる数学上の論争に巻き込まれ、1590年頃から演習率に興味を持ち始めたと言われている。後半生のほとんどを数学定数パイの正式な値を計算することに費やし、空連が生きた時代の1700年以上前に考え出された。 アルキメデスの手法と同じやり方で計算した。まず、生後225角形、正4228角形、生,生3231角形を用いて、円周率をそれぞれ12桁、16桁、18桁まで求めた。さらに、正15231角形に基づき次の評価を与えた上階、下階の平均をとって、 π3.1415926,53589,79323,846 とすれば、結果的に全20桁が正しい。しかし、ファンクーレンの態度は厳格で、上記の結果は19桁のみ有効であると正しく指摘した。最後に彼は、π の20桁を示した1,596年には、著書、円についてを表し、没するまでに、 最終的に、百262角形を使って、倍の35桁目までを正しく評価した。ドイツでは、彼の名にちなんで、演習率を、ルドルフ数と呼ぶこともある。1610年の大晦日に、ライデンで死去。70歳没。ライデンにある彼の破壊には、以下の演習率の値が刻まれている。墓石は、後年失われたが、二千年に再行された。 ありがとうございます。